今回の文章はすべて詳細欄に記載しております。ポイント、鈴木宗男、ロシア、メディアの関係。ポイント、鈴木宗男氏の発言がニュースで取り上げられることは民主主義が極めて正常に働いている証拠。独裁国家と民主主義国の大きな違いは大手メディアが政権批判をできるかどうかが一つの指標となります。言論弾圧されていないことは、その国に存在するほとんど全てのことにおいて多数の人族が、自由闊達に表現をすることができる、言論弾圧されていないことが一部、もしくは多数の人族に自由を担保します。仮に、日本国内の多数がウクライナに同情的だと仮定して、侵略国であるロシアを擁護するような発言を、一部、もしくは多数の人族が不快だと感じるようなニュースであろうとも、そのニュースが流れるというのは、その国において少数の価値観も表現することができる、個々人の発言の自由さが保障されている国だと言えます。ポイント、なぜ、鈴木宗男氏の発言は、メディアで取り上げられるのか？アンサー、多数の食いつきが良いから。ヤフーコメント欄と、いいね、嫌いの意思表示の量が、他のウクライナに関する記事と比較して非常に多い。鈴木宗男氏や、森元総理のロシア寄りの発言はとても広告効果が高いイコール発言が金になる。資本主義では稼げないものやサービスは衰退する。よって、稼げるものやサービスは法に触れないビジネスである限り、金銭価値の高いコンテンツとも言える。ネット広告ビジネスでは、アクセス数こそが最も優先順位が高く、アクセス数を稼ぐために一部、もしくは多数の人族がクリックしやすいネガティブなコンテンツには金銭的価値がある。ポイント、生物は不確実である。主要先進国内部においてウクライナ軍や民間人の戦死者の総数や、ウクライナ軍の誤爆やロシア捕虜や親ロは勢力に対する拷問などの情報が意図的に秘匿されている可能性はあります。2020年以降の戦争は現実では重火器を使って戦い、SNS ではボットやインフルエンサーを使って戦う。ネット空間も戦場の一つだからです。なので、戦時中は双方がネット空間の戦場の中でプロパガンダを使って、自国に対して同情的な人族を増やし戦いを行っております。西側で流される情報が選別された情報である可能性は存在しますし、戦争状態の国とはお互いにプロパガンダのぶつけ合いをして、同盟国、友好国、友好的な人族を画策しようと試みます。こういった背景から、ウクライナがプロパガンダを一つも流していないということはなく、不確実な人族が行う振る舞いは不確実なので、そういったことも起こり得る。ただし、ロシアという国とウクライナという国を比較すると、ウクライナはロシアよりもモラルハイグラウンドの国であり、民間人に対する拷問、レイプ、虐殺といった情報や民間インフラ施設に対する攻撃の情報もほとんどロシアから流れる情報しかなく、第三者による信憑性チェックのない不確実な情報です。例えばブチャの虐殺なども、多数のメディアが過去の映像を漁ったりして信憑性チェックを行っていることを鑑みれば、情報の信憑性はウクライナの流す情報の方が高いと推測できます。こういった情報の信憑性に対して、ウクライナは好意的に、ロシアはネガティブなフィルターがかかるので、モラルハイグラウンドを獲得している国はメディア戦略においては常に優位です。独裁国家はモラルを軽視しないと政権が安定しないので、メディア戦争においては、同盟国や友好国を作ることが困難です。また、戦争を吹っかけてしまった事実だけで、一部、もしくは多数の人族にネガティブなフィルターを与えます。ポイント、やたら騙されやすくて何でも真に受けてしまう人族かっこ宗教、詐欺、カルトの餌食の才能がある人族や、陰謀論を信仰している人族などが、人族全体の 2-3% 存在する。フェルミ定数を使って G7 の諸外国内に住んでいる人族の約 2-3% はロシアの軍事侵攻に同情する人族だと仮定できます。なので、ネットメディアで煽ったり、プロパガンダ放送をすることで、ロシアに住んでいない国の人族の約 2-3% の人族をロシアに好意的な人族に仕立て上げることは可能ですし、独裁政権国内でメディアを掌握すれば、受動的にしかメディアに触れていない人族の人気をある程度意図的にコントロールすることが可能です。これが、ロシア国内における、VPN を使って能動的に情報をアクセスできる一部の若者と、TV から垂れ流される情報を受動的に受け取る主にシニア層の情報弱者との間に分断が生まれます。ロシア国内においては、彼らは同じ言語を話しますが、住んでいる世界線が違うので、いわゆる、言葉は通じるが会話が成立しない状態になります。分断が生まれました。ポイント、少数の価値観を持つ人族だって自分に共感してほしい。鈴木宗男氏や森喜朗氏がロシア寄りの発言をすることで、約 2-3% のロシアに同情的に思ってる人族は、自分の価値観を肯定してもらえる空間が生まれます。その空間の中では自分は少数ではなく実は大多数で、この空間以外の空間こそがおかしいと認知を歪ませることができます。分断が生まれました。そもそも自分が立っている、属している場所において、多数になれるかどうかはほとんど運でしかありません。しかしホモサピエンスの遺伝子には、多数派に属していないニアリーイコール生命の危機、ということが刻まれているので、少数でいることはストレスが発生します。それらのストレスは共感されることで、君は生き残ってもいいんだよという免罪符を与えられるようなものなので、ストレス軽減に寄与します。一部、もしくは多数の人族は、不快で行動します。
客観的事実や合理性というのは一部の人族が有している特異点です。このようなマイノリティとして普段は共感されない事象を共感できる空間を、鈴木宗男氏がロシア擁護の発言をするたびに生み出すことが可能。ネットニュースメディアもアクセス数が稼げるので収益が上がる。ウィンウィンの関係が生まれました。ポイント、対策。アンサー、クリックしない。鈴木宗男氏がロシア擁護の発言をしたニュースが目についたとしてもクリックしないことで、AI が自動学習し、記事の評価を下げます。根本的に、食いつきが良いから記事として大々的に取り上げられるので、クリックするパーセンテージが下がれば、目につかなくなります。例えば Twitter などでも約 2-3% の人族は日本語でロシア擁護のつぶやきをしているかもしれませんが、そういったインフルエンサーでない一般人の発言は、クリック率が低いのでほとんど一切目につきません。それらのつぶやきを読むのはほぼ、同じセグメントに属するロシア擁護寄りの人族だけです。鈴木宗男氏は、ロシア擁護におけるインフルエンサーなので、彼の発言には、少数のロシア擁護寄りの人族の吸引力があります。そういって生まれた湾曲空間が記事として目につくと、一部、もしくは多数の人族のヘイトを稼ぎます。そうやって記事の評価が上がり、目につく確率が上がる。メディア広告会社にとってみれば、正のスパイラルが生まれるのです。よって定期的に鈴木宗男氏には、ロシア擁護の発言をしてもらうことが、金銭的には合理的だと判断できます。ポイント、一部、もしくは多数の人族にとって不快だが、世界は変化しない確率の方が高い。たとえ、2-3% の人族がロシア擁護をしたところで、これから先 G7 諸外国がウクライナに対する援助を取りやめることは不確実性が低いなら起こらない確率が高い。不快なだけで、G7 諸外国は粛々とウクライナに援助を行うので鈴木宗男氏や森喜朗氏がロシア擁護発言を続けたとしても、いわゆるノイズやガス抜き公開上の影響力が発生する確率は少ない。民主主義イコール多数決なので、2-3% の人族がロシア擁護をしたところで、現状を変化させるような影響力はほとんどありません。SNS やネットメディアが発展したことで、影響力があるように錯覚してしまっているのです。